おはようございます、黒三つ葉です。ということで本日はですね、ツタンカーメンの方が、実装されることになりましたので、そちらの方のねキャラの解説をさせていただこうかなと思います。まずは、進化の方ですね。超ダメージウォールの水属性キラーの反射バランス型、SS が自身のスピードアップかつレーザー砲台を設置する、まあ、これがあのアイゼンミオウと同じものになっております。友情コンボがチップ層ということで、まあ、個人的に来年のね新年キャラはこのチップ層の砲撃型になるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、ここでまさかのねキラー持ちのチップ層実装となっております。でこのチップ層なんですけど、まああんまり馴染みの多くない方もいると思うので、今回ちょっと映像の方を撮ってきました。まああのアルブタっていうね降臨キャラが持ってるんですけど、まあ、現状降臨の友情コンボの中ではもう本当にトップクラスだと思っております。まああの弱った敵に向かってねこのあの歯車みたいなやつを投げるんですけど、まああのヒット数が結構多く稼げてダメージがねかなり出しやすい友情コンボになっております。まあこんな風にね、まああの使用感的にはロックオンワンウェイレーザーのなんかちょっと強いバージョン、まあレザバリ引っかかんないバージョンだと思ってもらえるといいかなと思います。まあこのアドブタでもね、ボスの弱点とか巻き込むと簡単に100万ぐらいの威力は出すので、まあ、キラーの 1.5 倍が乗ると考えて、まあ、遊撃エールつけてあれば150万の威力はねボスと対マンであれば割と簡単に出るんじゃないかなと思います。で今後おそらくねこのツタンカーメンの進化はモーセと比較されると思うんですよ。で確かにあのモーセ級に強いんですけど、モーセと一番違うところとしてはモーセは雑魚が多ければ多いほど強い友情コンボなんですよね。あのスプリットバレットもそうですし、長弾もね、まああのいっぱい飛ぶので、まああのボスと対マンで戦うっていうよりかは雑魚がいっぱいいた方が強いキャラなんですけど、このツタンカーメンはね、あのボスと対マンの時に威力が出るので、まああの雑魚をよく処理してくれるキャラ、例えばあのセツナとか同じダメージウォールですし、かなり相性が良くなってくるんじゃないかなと思います。まあ、貴族性の共有上コンボと言えるキャラは現状そうだな、ナイチンゲールと、まあ、グリム兄弟ぐらいかな。本当に強いと言われてるのは多分その2体なので、まあそこに間違いなく入ってくるキャラだろうなと思います。うん、まあこれはもうぜひね持っときたい、絶対に持っときたいキャラですね。続きまして、カミカのツタンカーメンですね。個人的にはこっちもかなりやばいなと思ってるんですけど、まずアビリティですね、マインスイーパー EL でレーザーバリアキラー、そして、ゲージで魔法陣ブーストで SS の方が自身の自強化プラス触れた味方をリジェネ状態にするというものになっております。友情コンボが初の友情コンボ超落雷ですねと、ソリッドバレットが副友情コンボでついております。はい、ということでこいつなんですけど、殴りが多分相当やばいことになるかなと思います。現状あのぴったりハマるクエストっていうのはあんまりないと思うんですけど、もしあのハマった時にね、枚数 EL でまず3倍でレーザーバリアキラーで 1.5 倍で魔法陣ブーストで 1.5 倍っていうことで、まあ、殴りも友情もめちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思います。まあ本当にね、あの地雷が出ないとダメだったりとか、レーザーバリア相手が持ってないとダメだったりとか、まあ魔法陣が出ないとダメだったりとかっていうところで場所はかなり選ぶキャラなんですけど、万が一接待された時に全く代わりの効かなくなるキャラじゃないかなと思います。で新しい友情コンボの超落雷ですね、こちらの威力がめちゃくちゃ高くなってます。71750ということで、まあ、例えに出すと一番わかりやすいと思ったのが超絶ホーミング6ですね。今バランス型でジークフリートが持ってる友情コンボなんですけど、こちらの威力がだいたい3万1000ってことなので、まあ倍をはるかに超えてくる威力がありますね。ただあの落雷なので死体打ち、あのもういなくなっちゃった敵に対しても落ちる可能性があるので、まあやっぱり村は出てしまうのかなと思います。まあただあのキラーとか
魔法陣ブーストとかあるので、まあ、それが絡んでくるともう本当に手のつけられない友情コンボにもなりかねないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあツタンカーメン間違いなく引きに行った方がいいキャラだとは思うんですけど、まあ今後ねさらにオーブ配ったりとか、まあ間違いなくガチャで何かしらね大きなイベントは来ると思いますし、まあコラボとかもね若干臭かったりするので、まあそんなガッツしね課金してオラーと回さなくてもいいのかもしれないですね。ちょっとこの先が自分は怖いなと思ってます。まあ別に何の根拠もないんですけど、個人的にはちょっとこの先が怖いなと思っております。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。